妨害？左から箱を右に持ってきなさい。これを待つって何なんだ？どういうことを言ったのかよくわからないな。あー、もう一回 C に入ったっていう検知をしてくれてるってこと？一番最初に C を照らしたタイミングは待つの判定に入らなくて、待ってから C が点火したタイミングを見ている。飛ばされたい。こう持って俺って箱持ってはしごは降りらんないんだよね。これもなんか今できる気がしないんだよな。案が3つしかない。ことを要求しているんだろう。アバターが消えてた。あれか、E を待たなくていいのか。E は自分で切ることができるから、待つのは A で、待つタイミングは最後。これでいい。レーザーは自分で切れるよね。なるほど。ボットの活動に関係ない部分がここのメインテーマだから難しいね。
側にライトを当てないといけない。溶けるブロック、上に飛び跳ねろ。箱の置き場とか決まっちゃってるから、それをあっちに置いて、あっちの箱を取ってきて、その箱をあそこに置いて、トリガーが何か分かんないよな、そしたら。この花壇の上には私乗れないでしょ。なんだろう、なんかいきなり右に動かしちゃいけないから何かを待つんですよね。まずはまず何か待ってて、何か起きたら何かを待ってもう一回左に曲がるんだけど、ここで何を待つかがちょっとまだわからない。それを起動するタイミングがこれで間に合うのかな。トリガーがないよねってことか。ここでん、でもあそこに光が入ったっていうのを検知するっていうのでいけるのか。ここで待つものが D、 できるんだ。遅延装置みたいなものができる。難しくなってきたね。行くために下にあるスイッチと箱を入れないといけないです。プレイヤーは最初に左側に片道で行って上から降りてこないといけない。箱がなんで2つあるんだろうね。運ぶことができるのは1個だけだから、残りの1個を何に使うんだろう。箱が2つある理由が分かんない。箱が2つある理由が分からないやつ。何に使うんだ残りの1個。あの高い台にあるやつって1個持ってると消すことができるのかな。
こうして一つ上に運んで、D が入るのを待って。左回り。あれ？一番最初にターン入れる必要な、あるか？ぐちゃぐちゃになった。難しくはなってるよね。楽しいね。箱が2つ。下げてあげるとクリアできるけど、あっち側に行くにはなんか上の経路を通りなさい。箱が向こうに2つ飛ばせるっぽいよな。これの飛距離がよくわかんないけど、そこね、そこに二つは無理だね。起動するのが、僕が上に乗っても降りらんないから、箱を飛ばすだけだとすると、一瞬切って、もう一回入れ直すみたいな仕組みを作りたいってことかな。むずいですけど、むずい気がしますけどね。なんか最初にこう事前準備は必要で、何をトリガーにして何をトリガーにしてオフにするか。4回あそこのスイッチ切るからちょっときついな。あそこの床はターゲットにならないんだね。何をトリガーにするかが分かんねっていう部分が分かんないな。そこが分からん。これじゃあね、早すぎんだよね。
そうなるんだ。じゃあ D でいいんだ。これ1回しか使わないのか。なるほど。ここのこのトリックを知らなかったね。何を考えてたかっていうと、ここに置いて僕が向こうに行ってこれを取ってもう一回こっちに来て、ここにあった箱をここに置いてもう一回こっちに来て、この箱をここに入れるっていうことをやったらこれがここに行くなって思ってて、そうするとここの往復数回数がなんか4回以上だから、これをトリガーにできないなと思って、トリガーないなと思ってたんですけど、これを置いてからこれを置いて、これが発動しないままになるっていうのを初めて知った。そうすると一回、あそこの通路を一回しか使わない。W。移動できる子が移動して線を切るぐらいはすごくやりそう。僕は何をするんですか？左側に行って、トリガーにできるようなものが別にない。ここが何光るかどうかですか。とりあえず下に行って。箱はなんだ？箱がないといけない。C に向かって箱が入るのを待って B に向かう。こいつは箱が入ったら右を向いて、D を検知したら左に回る。ナイス。ティンティン。行きなさい。上の段に私は行けるな。でも多分行かないんだろうな。上の子が箱を下ろし、いや俺が取りに行かないといけないのかな。むず。台を下ろす。あ、左前じゃない。台を下ろす。箱が置かれると上昇して、検知ができないのか、それ。最初になんかレーザーを入れないといけないのがあるな。最初に向こうに行ってから
そしたらこっちの子はレーザーが入ったら箱を拾って。C に置いて A に向かって針が当たってるとだよね。いまいち分かってない。いまいち分かってはいない。そこか?ここで待つのが。そっか、置かれたことを待つってのはできないのかな。あ、そっか、これで E が起動してんのか。なるほど。自分で作ってなんだけど、わかんない、これ。よくできたな。むずいと思います。OK。ほな、今日は、キリがいいので、こんなところかな。なるほど、あと2つセクションがあるんだね。で、お疲れ様でした。